んにちは、K2 です。アイネクライネピアノ初級 B メロ動画の今日は7になりますね。小節で言うと7小節目8小節目になります。ここの左手と両手を合わす練習をしていきます。ではこの B メロ動画の1小節目から今日やる8小節目まで一度弾いてみます。では早速説明していきますね。まず、左手ですね。5番と1番しか使いません。はい、では説明しますね。まずドとファですねのシャープ、これを1回弾きます。はい、次にこの黒鍵ですね。黒鍵を1つずつ右に移動してレのシャープとソのシャープですね。はい、そして次にここの1オクターブ下のドのシャープとソのシャープ、はい、そして5番の小指のドのシャープを1回だけ弾きます。はい、このような感じです。では1回ですね、流して弾いてみますね。はい、このような感じになります。ここはですね、ゆっくり3回練習してみましょう。では行きます。はい、どうでしたかね。ここまでできるようになった、左手できるようになったという人は早速ですね、右手と合わせる練習をしていきましょう。では行きます。はい、まずここ最初が同時に弾くところですね。右手が2番でファの時に左手ですね。では続けます。はい、次右手が2番でレのシャープの時に左手ですね。はい、続けます。はい、ここがまた同時に弾くところですね。右手がまた2番でレのシャープの時ですね。はい、では続けます。はい、右手が1番でドの時に左手は5番の小指でドですね。ではここもですね、ゆっくり3回練習してみましょう。では行きます。どうでしたかね。ではここもですね、まあ、早くすると難しいと思いますので、ゆっくりと何度もですね、コツコツ練習してみてください。では最後にこのアイネクライネの前奏の1小節目から A メロ B メロ、今日やったこの8小節目までですね、両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。Thank you.
今日のアイネクライネピアノ初級講座は終了です。このチャンネルにまとめた再生リストがあるので、自分のペースに合わせて動画を進めてください。また評価ボタンやコメントなどしてもらえると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。